はい、こんにちは、堀口姫です。今日の動画は新高1年生の皆さんに春休み、これを絶対用意しとくべきというものを紹介していきたいと思います。はい、私がもうすぐ高校3年生なんですけど、高1の時に買っとけばよかったなとか、これ買っといたら便利だなとか、早く買っといた方がいいというのを今から紹介していきますね。1つ目はノート系なんですけど、私がおすすめするのはこの3つです。ちょっと3つある、ごめん、4つです。あ、ちょ、3つですはい、まずこちら、ドン、おなじみの、わかりますかね、これ無印のノートです。はい、この無印のノートなんですけど、すごい、何がいいっていうと、まあ、安さとデザインですよね。200円やったかな、5冊で200円やったかな、198円とか多分それぐらいで、ほんまに高1の子は春休み中でも遅いかもしれへん、もう今すぐもう無印に行って買ってください。もうすぐになくなります。これは安いし可愛いから、ほんまにすぐになくなる。あの めちゃめちゃ使いやすいとかじゃないねんけど、普通にシンプルやねんな。ほんまにこのデザインだけを求めて高1の子はほんまにめっちゃ買います。私も最初めっちゃ買ってたんですけど、安くて。でも次高2に上がるって子におすすめしたいのがこれです。これロジカルノート、古典です。まあ古典の勉強法の時に紹介したんですけど、このいいところはやっぱりこれマス目になってるんですよね。マス目になってたり、1行がさらに3つに分けられてるんですよ。だから次漢字も綺麗に書けるし、ノートも綺麗にまとめられるし、あと英語も綺麗に書けるんですよ。文系の方におすすめしたいのはこれですね。うん、あ、でも化学式とかもめっちゃ綺麗に書けるかもしれへん。うん、はい、詳しくは私の古典の動画を見てください。大雑把な高校1年生のあなた、中学の頃からめんどくさいと思っていましたよね。プリント貼り、そう、プリント貼りが面倒な方にはこれがおすすめです。と A4 のノート、これはセリアで買ったノートなんですけど、多分100均で買うのが一番いいと思います。あのキャンパスの A4 もあるんですけど、ほんまに高いんで、うん、あのこの辺とあかんかもしれんけど、これ100円で売ってるんで、これがおすすめだと思います。やっぱりこれのいいところはプリントをね、そのままポーンって貼れるところがいいと思います。例えばあの世界史とかもうプリントを配られると思うんですけど、ノート派の人はここにプリントを貼って、で次のページにメモを書くみたいな感じで使ったらいいと思います。うん、あの姫みたいな普通の学校やったら、家庭科やったらこれ多分1年で1冊でちょうどだったんですよ。私ちょうどだったんですよ、家庭科が。使い方としては、まあ1年で1冊ってなるには、あのこうでっかいプリントをこうこうやって折るタイプ今手元にないからね、あのノートに貼るじゃないですか、普通に。でこうやって折って、この普通は2ページいるプリントを1枚にしてまとめていったら1年で1冊になると思います。裏写りとか気になる、細かいところ気になる人だったらキャンバスを使ったらいいと思います。あのキャンバスってやっぱりちょっとページが少ないんですけど、うん、裏写りしなかったりするんでいいと思います。あと無印の欠点としては、あの裏写りがすると思うんですよね。ちょっと今検証していますね。はい、今書きました、これをね、ちっちゃい、ごめん、わかりにくい。これをね、これ書いたら、しませんでした、全然。待って。欠点がなかった。このノートじゃない。間違って。待って。全言撤回します。はい。はい、ノート系はこんな感じです。ルーズリーフ派の方は、私は無印を使っています。この無印のルーズリーフも、すぐ売り切れるんですよ。だからルーズリーフを高校になって使いたいっていう方は、あのルーズリーフを早めに買いに行ってください。もう無印のルーズリーフもすっごい安くてすぐ売り切れちゃいます。でも多分100均のルーズリーフとかでも買われへんから、さっき言ったことあるの、こっち、あのこっちがルーズリーフがちょっと裏写りがすごくて、多分あの100均とかの方が裏写りしにくいかもしれへん、もしかしたら。うん、でここであの必ず買ってほしいのが、ルーズリーフをまとめる用のファイルなんですよね。そう、このファイルを買っといた方がいいです。あの普通のファイルに入れるのもいいけど、多分リング付きのファイルの方が絶対いい。私はこれを100均で買いました。しかもここで言っておきたいのが、あの太いファイルあるじゃないですか、あれより絶対細いやつ使ってください。あのほんまに教科書の量がバカにならないんですよ、高1の皆さん。ほんまに
ほんまにもう死ぬほど教科書が多いので薄いファイルを買った方がいいと思います。セリアに行ってください。セリアに ありました。これはノートとルーズリーフの使い分けの仕方を今から説明しますね。あとノートは歴史とか世界史とかそういう流れを分かりやすくするためにはノートを使った方がいいと思います。でも数学とかっていろんな単元をポンポンってやったりする時があるんですよね。だからそういう時に組み替えたり前のとこに戻って復習とかよくするのが数学だと思うんですけど、とりあえず数学とかにはルーズリーフを使った方がいいと思います。そう、量を調節できるのがルーズリーフのいいとこだと思うので、数学とか個人差が出てしまうようなところはルーズリーフでやったらいいと思います。ファイルを買ってください。あとファイル関係でいきますね。次ファイル編買ってほしいのはこちらです。はい、小学校の時のおなじみのこのタイプのファイルですね。プラスチックのタイプもあるんですけど紙タイプが安いので私は紙タイプにしました。捨てる時とかもねちょっと邪魔にならへんというか分別とかも楽だと思うので、はい、この国語の A4 ファイルを使っています。私はこれを高1の皆さんに押す理由としては軽い、薄い、社会系が増えるんですよね。中学になったら社会だけだったんですけど現代社会っていうか何やろ、倫理整形とかそういう細かい区分分けがされるんですよね。世界史だったり日本史だったり地理だったりいろいろ選択していくと思うんですけど、プリントがやっぱり中学範囲の倍になるんですよね。主に多分プリントが配られると思うんですよ。姫の学校の場合だったんですけど、プリントが配られて多分2つは泣いてるんですよね。だからこのファイルを押します。ここにプリントをさっき言ったように畳んで貼っていけばいいと思います。でもこれってめんどくさいじゃないですか、いちいち穴を通したりするの。私はすごいめんどくさかったんですよ。だから私はこれを使ってます。こちら、これは穴じゃなくてこうやってこれ挟むタイプなんですよね、プリントを。だからすごい楽やし、あと順番とか1枚だけ取りたいとか時のとかにこれね一気に全部取れてくれるんですごい楽だと思います。まあそれがデメリットでもあるんですけど、一気に全部取れるっていうのも。すっごいここに挟んでたんですけど、ほんまにこれがこんなになるぐらいまで挟んでたんですけど、全然大丈夫でした。あとこれと違って若干重たかったりするんですけど、その分丈夫やし水にも強かったり、雨の日とかもこいつが全部プリントを守ってくれたりしたので、これがすごい便利だなと思いました。なので私はこれを使ってたんですけど、これは1年の時とかのプリントをここに挟むようにしています、今は。だからもう高1の子はほんまにこのタイプがほんまに時間の節約になると思うから、もう 1個持っといたらほんまにいいと思う。ルーズリーフとかなんかこういうの使うのってなんか高校生って感じがするからいいと思います。あともう一個いいのがここにクリップがついてるんですよ。だから私はここにルーズリーフとかの書きまくった紙とかをここに挟んでます。とかメモ用のノートとかノートのルーズリーフとかをここに挟んでセットにして歩いてたって感じです。これどこのかな、分かれへんねん。姫もさママにもらったからさ、でも多分タイガーとかかな、タイガーとかにさ多分いっぱい可愛いデザインのやつとかがあると思うから、それを使ったらいいと思います。言うてこれも紙なんで、めっちゃ重たいってわけではないです。はい、ファイルこんな感じでした。ぜひ使ってみてください。あとおすすめしたいのが暗記編ですね。暗記としてはまあオレンジペンですね。これは絶対、これは私は無印のやつ使ってます。すごいすぐ乾くし書きやすい、サラサラ書きやすいし、筆圧が弱い方とかにもおすすめだと思います。0.5 の方がいいと思う、無印は。 0.38 だとちょっとかすれる感じがありました。 0.5 でも十分細かい字が書けるのでよかったです。あとそれとセットにこちらどうぞ、赤シートの下敷きお使いくださいお使いくこれ絶対買ってください、下敷きタイプのやつ。単語帳とかにちっちゃいのついてくると思うんですけど、やっぱりめっちゃすぎますよね、こっちの方がなくしにくいし硬いし、普通に下敷きとかどうしても使えるし、これがおすすめです。チリとかさっき言ったようになんかどっと量が増えるので
もう赤シートどんどん活用してください。赤シートの使い方としては、まあオレンジで書いたとこを隠すのもいいと思うんですけど、他にもなんか太文字とかで書いてある重要なとこあるじゃないですか。そこはこの緑ペンで隠せばいいと思います。今ちょっとマスキングテープでこう全部巻いちゃってるんですけど、100均で売ってました。全然あの緑ペンってね、あのちょっと独特なところにあるんですよ。あのこうペンがわーって並んでこう立てられてるじゃないですか。あの下の棚のところにこれがありました。これがおすすめです。はい、今回の内容をまとめると、私がもう高一の方にぜひ買ってほしいノートはこんな感じですね。この3冊です。あと、まあシンプル系女子目指している方、もう今すぐこれ買いに行ってください。ほんまにすぐになくなります。ほんまにもうほんもうすっからかんやで、無印の棚ルーズリーフもノートもぜひ店頭へ走ってください。とファイルとしてはこの3つですね、バインダーですはい、プリントをどう活用するかがテストでどれだけいい点を取れるかにつながります、こちらもよろしくお願いします。はい、また何かあればぜひコメントで教えてください。以上堀口姫でした。ちょっと待ってアイドルみたいになっちゃった。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、インスタグラムよろしくお願いします。コメントもぜひぜひどしどしお待ちしています。じゃあまた次のお勉強でお会いしましょう。参考にしてください。バイバーイ。